ウィリアム・モーリス・ディビスは、アメリカ合衆国の地理学者、地質学者、地形学者、気象学者。日本語においてデイビスは、デイビス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 など、様々に表記される。ペンシルベニア州フィラデルフィアにて、クエーカーの家庭であるエドワード・モーリス・ディビスと、マリア・モット・ディビスの間に生まれた。1869年に、ハーバード大学を卒業し、 翌年工学修士の学位を受けた。3年間アルゼンチンのコルドバで働き、1879年より、地質学者のナサニエル・シェーラーの助手となり、ハーバード大学の地質学の教員として働き始めたが、ディビスは中世 PhD を取得しなかった。同年、マサチューセッツ州スプリングフィールドのエレン・ワーナーと結婚する。 デビスの最も影響力の大きい科学的業績は、いかにして河川が地形を形成するかを示すモデルである地形輪廻を提唱したことであり、1884年に初めて発表した。デビスの地形輪廻は、河川は主に3つの部分、すなわち上流、中流、下流を持ち、それぞれが固有の地形や地形に関する特性を有することを示唆している。 地形輪廻の概念は、チャールズ・ダーウィンの進化論の影響を受けている。一方で、人文地理学については、自然環境の人間への影響を機械論的に論じ、環境決定論的な見方を示した。ディビスの弟子に、環境決定論で知られるエルズワース・ハンティントンがいる。地形学の早々期に、重大な貢献をしたにもかかわらず、多くの地形変化に関するディビスの理論は、 ディビス流地形学と時折呼ばれ、現代の地形学者から激しい批判がなされてきた。また、ディビスの後を追う研究者や彼の説や方法に懐疑的なものへのディビスの対応についても批判されている。事実。ディビスは体感するまで地形変化の研究をほぼ独占していたのであった。現代、ディビス流地形学という語は他社の科学論文に対して懐疑的な説を試みる。 時に批判するために使われる。ディビスはアメリカ地理学会を1904年に立ち上げ、設立初期にナショナルジオグラフィック協会の学会誌、ナショナルジオグラフィックに多数の記事を投稿することで同協会を巻き込んだ。この頃ディビスは地理学を地質学から独立させようと努力していた。1911年、ディビスはハーバード大学を退官する。 最初の妻の死去後の1914年にマサチューセッツ州ケンブリッジのメアリー・ワイマンと再婚。彼女が死去するとマサチューセッツ州ミルトンのルーシー・テナントと結婚した。1934年84歳の誕生日を目前にしてカリフォルニア州パサデナで死去した。ありがとうございます。